はい、皆さんこんにちは。皆さんが子供の時にこういうの見たことないですか？カブトエビ。卵が乾燥してて、で一時期ガチャガチャとかにもあったんですけど、その卵を水に入れるだけでエビ、カブトエビっていうの、カブトガニみたいな形の古代の生物らしいんですけど、そういうのがこう生まれてくるっていうやつ。皆さんがお子さんの時とかどうでした？私ね、実はね、一度もうまくいったことないんですよ。で、たまたま本屋さん行ったらこれ見つけたんですよね。なんで急にやってみたくなったんですよね。うまくできるといいなと思うんですけど、これね、どんな感じかっていうと、お値段はね、結構します。3300円でした。ちょっと勇気いる感じですよね、本屋で3300円使うのね。でもね、中のキットがこれ一つだけでね、こうやってできるようになってるんですよ。このプラスチックのケース、研究水槽っていうのがあるんですけど、餌場、浅瀬で餌場になって、でここに砂がついてて、でここに孵化室っていうのがあるんですね。で、これはね、あの上級編になるんですけども、テラリウムで作ったりするのがね、実はねあるんですよ。でそれはこの本の中にあるので、それでやってみるといいかもしれないですね。植木とか好きな人はテラリウムの方が面白いと思います。私はあのメダカとかそういうのの飼育とかいろいろやってきたんで、ちょっと上級編のテラリウムでやってみたいと思います。この青い箱を開けると、カブトエビについての図鑑みたいなものと、あとは赤いこのような絶滅動物についての漫画があります。まあ、こちらあの案外と本が2冊も入ってて、なかなかいい感じだと思います。そしてこのカブトエビって書いてある図鑑の方を開くと、ここにケースにつける背景と、このような小さな観察日記の本が切り取って使えるようになっています。背景は表裏の2種類となっており、このような日本の田園風景と、もう一つはこのように古生代の恐竜の世界のような背景が描かれています。今回は私はこちらを使いたいと思います。トレーとこのように砂と、あと卵を孵化させたりとか観察するこのような丸い小さいケースがあります。でルーペが一つと、あとはまあスプーンとかね、かき混ぜる餌はこの緑色のね袋なんですけど、それとはまた別にバジルシードがあって、バジルシードは水の上に浮かすと葉っぱがちょっと入ってきて、それをまた食べるみたいですね。そしてこの砂なんですけど、あの水槽とかやったことある人はわかるかもしれないですけども、白っぽくなるんで洗うと、その白いのが出なくなるまで何回かこうすすいでいくって感じですね。そしたらこのトレイに敷き詰めていきます。で私は今回はテラリウムですので、爆岩石を先にこのトレイの方に引きました。テラリウムをやる人はもちろん植木などを買っておかなければいけません。本には苔などを使って石も入れたりしてテラリウムを作っていましたが、全くやったことないっていう人はやり方が非常に細かく出ていたので、それを見ながら参考にされると良いでしょう。私は何回かやったことがありますので、自分の好きなようにやっていきたいと思います。今回テラリウムをやって思ったことは、このプラスチックのケースがちょっとイチゴのパックってありますよね、あれをもうちょっと分厚くした感じかなっていうものなんですね。なので端っこだけを持つとペコッとこうなっちゃう感じなので、中にこう石とか重いの入れたりするとちょっと扱いにくくなるので、このようにトレーの上に乗せて私は使うことにしました。ウツボカズラやフィカスなどを植え込んでみました。あとはトラノオも埋めてみました。さて、しばらくしたらいよいよカブトエビの卵を孵化させていきたいと思います。こちらが図鑑についていたカブトエビの観察ノートです。こちらに羽化の様子などを記録していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン押していただけるととっても励みになります。それではまたね。